キスカ島は、アリューシャン列島西部のラット諸島に位置し、アメリカ合衆国アラスカ州に属する島である。キスカの名は、この地方に居住していた、先住民族である、アレウト族がこの島の故障として用いていた、アレウト語に由来する。一から5ニア諸島一アッツ島にアガッツ島三から、ゴセミチ諸島三アライド島四ニズキ島五シェムリア島六ブルダージ島七から十五ラット諸島七。 キスカ島8小キスカ島9セグラ島10クボストフ島11ダビドフ島12小スイッキン島13ラット島14アムチトカ島15セミソポクノイ島1741年にビトゥスベーリングによって発見され1867年のアラスカ購入によってアラスカ本土と共にアメリカ領となった太平洋戦争中の1942年6月7日に 日本軍が攻略、占領し、ナルカメ島と命名されたが、その後アメリカ軍により奪還された。現在は定住者のいない無人島であり、島内には各所に戦時の遺構や兵器が残されている。全域がアラスカ国立海洋野生生物保護区に指定されており、また1985年にはアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、自然環境を呼び、 歴史遺産保護と安全確保のために、外来者の立ち入りは制限されている。キスカ火山キスカ火山は、島の北端に位置する清掃火山で、底部の幅は5 3四4 0ミ、標高は4006フィートである。1962年1月24日、爆発的な噴火が起き、溶岩の噴出と、標高約98フィートの噴石休形成も見られた。 この噴石球は、キスカ火山の北側側面にあるシリウスポイント、主火山の頂上から1.9マイルの地点に形成された。溶岩流出を伴う2回目の噴火が1964年3月18日に起こったと報告されている。太平洋戦争中の1942年6月、ミッドウェイ作戦の陽動作戦として、同じアメリカのアリューシャン列島のあっつ島とともに、 日本軍に攻略された。アメリカ本土が占領されるのは初のことであった。1943年5月にアメリカ軍による奪還作戦が決行され、日本軍守備隊と交戦。アメリカ本土である以外に戦略的にこの島を重要視しない日本軍は増員を拒否し、アメリカ軍の猛攻と 周辺海域をアメリカ海軍艦隊に包囲され、物資の補給は滞り、ついに救出作戦が決定された。アッチ島をアメリカ軍が奪還すると、キスカ島でも緊張が高まった。その結果、戦略的意義が再検討され、キスカ島より撤退することとなった。幾度となく、日本海軍救援艦隊が派遣されたが、気象状況や米艦隊の展開に阻害され、ようやく、 木村正富少将を率いる救援艦隊により、同年7月、無事救出された。なお、この救出成功の要因は、敵艦隊に狙われるのを避けるために霧発生などで、危険な島西側を回ったことや、装備などを全て放棄して、自民の救出に専念したことが挙げられる。特に装備の放棄については、物資が不足した時期でありながら、 兵員の小銃等の装備はすべて放棄し、大発も兵員収容スペース確保のために廃棄するなど、かなり大胆な行動をとった。アメリカ軍は撤退したとは知らず、無人となった島に艦砲による猛攻撃をかけ、多数の部隊を上陸させたが、残っていたのは軍用剣2匹のみだったとされる。この際、アメリカ軍は同志打ちによる死傷者を多数発生させている。なお、 日本軍は、格乱を機として、ペスト患者収容所と書かれた、縦間板をわざと残したため、これを見たアメリカ軍は一時パニック状態に陥って、本国に大量のワクチンを緊急発注した。キスカ島救出作戦は、1965年には、東方で、太平洋奇跡の作戦キスカとして映画化されている。また、フジテレビ系列放送の奇跡体験。 アンビリバボーやテレビ朝日系列のビート、たけしの、こんなはずでは、でも紹介された。1978年、島で戦死した約140人の異例のため政府の巡配団が戦後初上陸。キスカ湾には陸軍の輸送艦、ウラジオ丸、ノジマ丸、日曜丸が陸に乗り上げたまま放置されていた。巡配団は、 鳥居だけが残っていた白糸神社トに合同慰霊碑を混流した。ありがとうございます。